おーい、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 おーい。曲をよく分かっておられる。故郷や家族への思いが伝わってきましたぞ。新しい曲に進むとしよう。私には分かりません。曲を作った人の心が私の考えで声楽を解釈してよいと。これではとても師弟とは言えぬな。こんな弟子を持つと師匠は大変だ。友のままの方がよかったの。この三月、肉の味も分からず夢でもこの曲ばかり。全て忘れるべきです。譜面を忘れ、指使いを忘れ、ことを忘れて曲を書いた人を感じたい。作者は誰です？ことも以後も同じ。些細なものだ。学識も信念も備えているあなたが祭り事をしなければ悪性がはびこるというもの。我が身だけを正すことは一種の悪行でありましょう。目下はかように学問を教えておりますが、時期が来たならば私は全力を尽くします。先生、アウエイ殿がお見えです。病だと伝えろ。それさえ言えぬと申すのか。行け。入れよ。貴尊様のご機嫌は？聞いているぞ。西王が新しい老王を認め、交渉博は死罪。町は廃れた様子ではあったが、それでも国は安定した。我らは困難を乗り切ったぞ。ここに入れ。冗談だろう。貴尊様がここにいるのか。入れ。陽子、どういうことだ。王様と西王様から文が届いていたのだ。お前、聖の出兵を煽ったそうだな。殺しておくべきだった。うちに帰らねば。よくも抜けるけど、俺はこの俺がお前の命乞いをしてやったのだぞ。あ？お前を殺せば貴尊様の手が汚れる。私は最小だぞ。最小に何をする。私は最小だぞ。私は最小だ。最小なのだぞ。それが今のお前だ。ペッ。私は最小だ。
高級は半年も外に出ておりません。来る日も来る日も書を読み琴を弾き弟子たちと話すだけ。行くたびも尋ねましたが格形にはなりません。諦めた方がよろしいかと。高級は栄達を忌み嫌うようなものなのか。いいえ違います。ん？己の値段を釣り上げておるのです。今の評価では不満があると。高級の学問はこの時勢に合わぬものです。鬼殺のような変わり者に教えを乞い中の王宮で書を読み王道を学びました。生は波動を歩んでいます。道を同じからざれば相ために計らず。結局どちらの道が良い。戦乱の世です。王道は良きものではありますが効果はすぐには現れぬと思われます。波動なら3年で成果が現れ5年で国は強大に。波動も最後は王道に落ち着く。高級は使い物にならぬとは言いませんが生の役には立ちません。そうか。高級を大切にすれば賢者を重んじると言われよう。本人は使えぬとも高級の名は使えるはずだ。老が病だとか見舞いますか。役立たずだ。放っておけ。ここには花の鉢一つないのか。次に来るとき持ってこよう。冬まで楽しめる。豪勢ですね。あなたのおかげですぞ。安殿に説得役を頼まれたが酒の相手ならすると答えたのだ。ガンロ。これを半分王様に。老王様は相変わらず頑固か。大臣たちは新王の即位を聞くと皆去って行き、そばには誰もおりません。王と比べたら民の方が楽しいですね。いかにもその通りだな。富や地位は浮き雲のよう。雲は絶えず変化している。富や地位も同じです。風が吹けばどこへ行くのか分かりませぬ。限りある命でそれを追い求める、実に愚かだ。安殿はあなたが誤解していると。それは違います。ならばなぜ会わぬのだ。無理に会う必要などないからです。私と安永殿は君子の交わり、これで十分。格形にならぬのは友人でいたいからです。夢で遥か遠くに曲を作った人を見ました。寛大で威厳があり浅黒い肌、天下を得た王で諸侯が拝謁していた。おそらく文王でしょう。そうだ、聞いたことがある。文王が幽閉された時に曲を作ったと。大変です。今すぐお戻りください。琴を弾いていた始皇様が突如刃物を手にすると己の目をついてしまったのです。しかも扉を固く閉めて閉じこもってしまわれて。こう、一体どうしたのだ。早く開けろ。落ち着いてください。ここを開けろ。師匠様、行けません。落ち着いてください。
もしや譜面が読めたのか。こう騎士は音楽について語らなくなった。君主は騎ならずと騎は言った。物に心を操られてはならぬ。始皇様の一件は騎に深い影響を与えた。衆の武王も西洋だ。だが騎はその曲から幻の理想郷ではなく、もっと別の音色を感じ取ったのだ。真実に近い、そんな音色ですね。血と戦火を越えての前進、それが歴史のもう一つの顔だ。まことに寂しい世界だ。誰も死を理解できず、死も人に訴えなかった。聖は広い国だが、机一つさえ置けぬ。講義をしたくとも、どこにも場がなかった。混乱の時代では、誰も温和な声など聞かぬ。富と地位は浮き雲、人の命も、それと似ている。時代と比べれば人は小さきもの。わずかな風で吹き飛ばされてしまうのだ。持ち帰った。皇宮様が文を受け取ってくださらず、仕方なく持ち帰った次第です。受け取らない。私の文だぞ。帰ろう。はい。皇宮からの連絡は？何も。義兄弟の契りを結んだ幼なじみなのであろう。異国をさすらえば文も受け取らんのか。もうよい。分かっておる。皇宮はお前を捨て去ったのだ。生では順調でないようだ。戦王が死ねばこの炉に帰ってくることだろう。蜂蜜水をくれ。何ですか？蜂蜜水を早く持ってこい。水を飲めばよいのに、蜂蜜水なんて。蜂蜜水だ。王様。ゆっくり飲んでくださいね。力
周子雄は、宿頭氏は、みんなどこだ。王様、熱で忘れたのですか。半年前に炉に帰りました。他の者たちは皆ここから逃げました。皇太夫と弟子たちがいなければ炭も起こせません。もう少し飲んでください。何をしたいのですか。そなた、皇太夫、こちらへ。王様のおそばに。王様、そなたは忠臣だ。良き臣下だ。あの小人どもめ、私が牢へ戻ったら。王様、お休みを。今は静かに。身を正すは確かに道理だが、人生は一度しかないのだぞ。飲まず遊ばずで節制することに何の意味があるのだ。王には王の責任があり、臣下にも臣下の責任が、父親には父親の責任、息子にも息子の責任があります。君君たり、臣臣たりです。一家の中、一国の中で地位が高いほど責任も大きいのです。この道理が分かるのなら大丈夫です。手遅れだ、もう遅い。私が死んだら棺を炉へ持ち帰ってくれ。報いるものは何もない。身の回りの品も売ってしまったゆえな。残っているのは書が数巻だけ。私の知性の記録だ。ゆくゆく機会があれば整理しておいてほしい。子孫への戒めとしてほしいのだ。ご命に従います。菊の花にするつもりが季節外れで名もなき花を持ってきたのだが、もう経つのか。深く感謝します。ただ長い旅上置いていくしか。高殿の品格は人を魅了する。本心を話せる友が一人もいなくなるな。習った曲を弾きます。
真理の境地だ。秦王は三冠氏の言いなり。実力者の既存様は重い病で、既存家は実のところ三人の家臣が支配しています。ご子息の子様には大志があるとか。親の七光です。ひゃよひゃあってもう五年だ。危うく忘れるところだったぞ。海も受け取らぬしな。お前というやつは誠に頑固だな。誰が悪かったとか間違っていたとかもう言うな。足りぬものはこの俺がすぐに届けさせる。見ろ、今こそお前の力を発揮する絶好の時ではあらぬか。お前は昔と変わらぬな。そう思うか。今も昔もまるで同じだ。こんな時に死ぬとは。正月が台無しだ。どうする、家として葬式を出すか国葬にすべきか。葬式葬式と騒ぐな、ついてない。嫌になる。私の考えではない。子孫殿が弔意を示せと棺をここに置いた。高級のやつ、余計なことをしおって棺を国に入れるとは、我ら三人の面目は丸つぶれだ。泣けば嘘泣き、泣かねば仁義がないなどと言いがかりをつけおって、子孫殿は何を。子孫様のご弔問です。貴尊殿は礼儀をご存知だ。つまり私は野蛮人だと申すのか。戦王の棺を前にして二人は何を心得さような身なりを。そんなよく言うな。ゆうべは先祖を祭り、寝たのは明け方、それでも駆けつけたのだ。年の瀬の忙しさでうっかりしていた、それだけだ。控えに戻る。私には下せぬ。あの高級が余計なことをして棺を運んできた。埋めればよいのに何故かように宮殿に置くのだ。今までのことは過ちだったとでも言うのか。もし高級がいなかったら。高級がいなければ我が炉は獣の国と罵倒されたであろう。異国で死んだ戦王を国に戻して埋葬しなければ世間の者や民にどう思われるだろうか。我ら一族の中で叔父が死んだら老いとして子を尽くすのは至極当然であろう。今さら遅いであろう。そうだ、遅きに失したな。確かに高級は余計なことをしたと思う。養殖に就くことを断り、戦王と共に生へ行った。だが生では徴用されず、戦王の棺を運んで帰ってきた。
これは忠義と言うべきだろう。王様の行いが正しくないからいさめた。それが聞き入れられなくとも臣下としての務めをしかと果たしたのだ。最後まで逃げずに踏みとどまって、疎まれても臣下の心を持ち続け、皆に間違いと言われようとも先王の亡骸を連れ帰り葬る、古の忠臣や義士であってもできぬことであろう。今さらそんな話は役に立たぬ。実を申さば、私は後悔しておる。ほんのわずかな利のために戦王を追い出した。その結果はどうだ。炉の人心は乱れた。下の者は上の真似をする。家来は主人を尊重せず、息子は父親を敬わぬ。炉の災いの源を追求すれば、すべて我ら三人の責任なのだ。ならばどうしろと。己を責めてどうするつもりだ。今さら何を言う。もうよい、領地で正月を過ごす。帰ってよいぞ。喪服に着替え、家の霊で三日の間喪に服すのだ。戦王を弔い埋葬せねばならぬ。もう皇宮を責めるのはやめよ。来たぞ、帰ってきたぞ。帰ってきた。弟だ、私の弟が戻った。弟だよ、私の弟だ、私の弟が帰った。元海、父上。大きくなったな。我が子よ。皇宮が帰ってきた。戦王の棺と一緒にな。三冠士はどう対処すればよいか迷うはずだ。我らにとっては絶好の機会だな。我ら三人の力で孟孫と淑孫に勝てるのか。既存以上はもうすぐ死ぬだろう。既存氏は劣勢挽回のため王様と組むに決まっている。先に動けば我らは世間から後ろ指を刺されよう、裏切り者と。モーソンと淑孫は己の家臣への見せしめに我らを討伐するだろう。向こうが動いて我らが首を切られるまで何もせずにただじっと待つというのか。あ、どうだ。挑発すればよい。その通り。死は若いが志があり軽視はできぬ。ただ最大の弱点は気が短いことだ。少しだけ押せばよい。あとは自ら体勢を乱すはずだ。おい、
また憎まれ役をやるのは俺か。なぜいつも俺なのだ。あ、お前の功績が一番だ。やがて三人で牢を分けるとき、お前の領地が一番大きい。高級が帰った。知っているか。まさか今も未練があるのか。早く食べて冷めるでしょ。母上、また殴られたの。どうかしらね。なぜ逃げないの。私の人生を台無しにしたそいつを絶対に許さない。もっと苦しめてやるわ。僕の父上は陽子なの。一度も。自分で努力しなさい。親に頼るのは解消なしよ。父上、毛皮が見えるか。大きくなっただろう。毛皮を見てくれ。朝日は綺麗だな。父上、毛皮は大きくなった。毛皮が見えるか。父上、毛皮は大きくなった。毛皮が見えるか。朝日だ。やるよ。朝日は綺麗だ。父上、毛皮は大きくなった。毛皮が見えるか。毛皮は大きくなった。毛皮が見えるか。父上、毛皮は大きくなった。毛皮は大きくなっただろう。死んだらどうなるか見物だな。陽子様。実に芝居がうまいな。
陽子様、全部見ましたぞ。何を見たというのだ。門の上から見ていました。死にたいのか。私が必要だろう。既存者を刺激するな。俺がお前を信じると思ってるのか。お見通しだぞ。中領会が考えた策だろう。あの男は先々のことが読めぬ。今日既存以上が死んだら、お前は決まり通り殉死だ。兄弟よ、実を申すと毎日考えている。昼も夜もだ。お前に賞賛のある場所に白石を一つ置く。既存氏に賞賛のある場所に黒石を一つ置く。今は白石が少なく黒石の方が多い。俺には触覚が300人いる。皆揃って忠誠を誓った者たちだ。交渉博の士兵2000人も俺のもの。武器に鎧に馬や戦車は全て炉で最高のものばかりだ。既存家の士兵を掌握している鉱山夫人は俺の右腕だ。中領会は既存家の剣士と触覚500人を。欠けてはならぬ力だぞ。王様はどうだ。王様には護衛兵しかいないぞ。 OK。 祝尊様、毛尊様の二人はこの争いには首を突っ込んでこないはずだ。他には。他に？なんだ、これでも足りぬというのか。鉱山不自由と中領会の力を使わず極府で動かせる兵の数は皆無だろう。既存家の領地を3人で分配すれば祝尊も毛尊も見逃さぬ。人物金といった面においても、軍隊の指揮や祭りごとにおいても、お前たちはかなわぬ。たとえ分配できたとしても、王様はどうする。殺せば生が攻めてくるぞ。殺さねば王様は仲間割れするのを待つだろう。今のお前らは首を伸ばして待っているのだ。刀がいつ落ちてくるのかも知らずに。巡視を待つのだな。どうしろと。教えろ、分け前をやる。財か官位か。己の指揮も分からぬ奴には教えてやれぬだろう。笑わせるな。官位のごときつまらぬものをまだ大事だと思っているのか。ロボ全部やる。それで恨みは帳消しに。
なんだと？おかしなことを口走ったな。お前の言うことは何から何まででたらめだ。証拠を呼んでくるとするか。一緒に食事をしていったらどうだ。帰る。証拠とは私と証拠の息子だ。昨天你在哪里？祝。